人間のプロ相手にですね1,500連勝してしまうっていうとんでもない化け物の囲碁 AI が現れてしまいましたね。この AI はですね中国の AI で河川っていう AI なんですけども最近よく対局してるんですけどもプロ相手に1,500連勝してるんですよね。 対局数も2000局超えてまして、負けたのが1局のみ。で、その負けた対局っていうのも、時間切れで負けただけで、まあ、内容も見たんですけど、内容は小生この AI が小生ということで、内容は全然負けてないということで、まあ、ほぼほぼ、プロが、えー、内容では一回も勝ったことがないということで、まあ、全部、 互い戦の対局なんですけどももうプロはですね互い戦では AI 相手にはですね勝てないレベルにはなってきてるのかなということでこの AI の対局今回から見ていきたいと思いますこの対局は黒番が韓国のプロの方で白番が囲碁 AI の河川ですね互い戦ですねもう AI はもう 特に最近は、なかなか、序盤、中盤、終盤、隙がなくて弱点がなくなってきてるんですけども、昔苦手とされてたコとか、そこら辺の部分もだいぶ強くなってきてますから、もうなかなか AI の、ね、弱点をつくとか、バグをね、ついていくようなことがなければ、なかなかもう互い戦ではね、勝負にならないレベルにはなってるかなと思いますね。特に布石が一番うまくて、布石はもう、 人間が勝ていないかなわない部分で人間が AI の布石を真似するっていう時代になってきましたね。でここですねこれ6手目早くも勉強になる一手ですね。これはどういう意味かっていうとまあここに打てば穏やかなんですけどまあ付け引きほとんどのプロ付け引き選ぶと思うんですけども。 これで、まあ、ちょっと隅の字が大きいんですよね。まあ、これで、半面に。半面に、五角なんですけども、これで。ちょっと、黒字がね、まあ、人間、人間の感覚からすると、ちょっと、大きい。というわけで。こうですね。で、こう、済みました。 なんか最近は挟む手もあるんですけど挟んでもなかなか白としても結構対策があるのでまあ受けてて互角なので感銘で互角ですのでまあ受けるのがいい手ということになってますね。で黒がかかり返しました。ここも AI は結構挟み選択しないんですよね。で,でここですね十二手目この点めちゃくちゃ勉強になりましたね。 まあ黒が2でででもも強いいいいなので固めてもいいという判断ですね。この辺をすぐに利かすっていう判断が、まあ、なかなか人間にはなかったわけですけども AI 独特の感覚ですよね。なんかいろんな可能性は人間の感覚からするといろんな可能性残しておきたいんですけども形を決めちゃおうとでこの欠け一本が何かと利かしになるってことですね。 で下辺の開き大きいですね。で代わりに上辺入ってきましたね。でつけて、まあここまで黒は別に悪い手打ってないので互角、平成は,は互角かなと思いますね。で黒が打ったこの手、その手もいい手ですよね。 これは手筋なんですけども、ここでちょっと白もここにつけるのが部分的な手筋で、白も身動きが取りにくいんですね。これ知っておくと役に立つ手筋かなと思うんですけど、これあのー、つけられたら反発したいですよね。反発したいんですけど、反発すると結構白も危ないんですよね。こうやってやっていきたいんですけども、抑えられて 曲がりに押さえちゃうんですね。例えばこれ切るような手があればいいんですけど白結構手数短いので2手なんでこれで種石取られちゃうんですね。だからなかなかすぐにはうまくいかないと。部分的に、まあ、助け出すならこういう挟みつけるような手になってしまうので、まあ、一応こうやって助け出すことはできるんですけど、まあ、一応1戦での渡りで結構つらいことになりますんで。 なななかなかかすすすぐに動き出ののってのはうまくいかないんですねだから周りの援軍が必要なんですね動き出すには。まあもしくはすぐに動き出すならこうやった時にこれがちょっと抑え込まれてきついので結局こっちになってでこれで黒も渡ってとこういう戦いになってくるわけですね。この後はもう定石とかがない戦いですね。 これめちゃくちゃいい手ですでコス見つけから一見飛びですね上辺先にね攻めていこうっていう手ですねこれでねどうするかなんですけどここに打った手これ本手でいい手でしたねやっぱここに利き筋が白からいろんな利き筋がありますから 右上を味よく確定時にするとともに聞き筋をなくしたことで上辺に援軍を送ってるわけですねここら辺の聞き筋をなくしましただから白が上辺攻めてきても上辺のしのぎに集中できるわけですねこれめちゃくちゃいい手でしたねでここですねここに打つんですねここで まあこの黒を攻めつつやっぱ白もここに黒に打たれたことによって白も決して強い石とは言えないんですよね。この出切りの弱点が残ってますから出てきるような手があるので本手はまあ一番の本手はこう,こうなんですよね。部分的な守りの形として出切りがあるからね。出切りがあるので守るのが一番本手だけどちょっと硬すぎるってことですね。なのでもっと働いてイ石を攻めながら。 洗いて守っていこうっていう手ですねもう行って行ってお互いの手がねもういい手の連続で行って行って勉強になりますねでこうやってでここで黒が投了して白の血を知らせとなりました突然の投了なんですけどもう投了しなければいけないレベルになってる 取りをしなななけけければいけない形成になっているわけですねどうしてかっていうとこのあとちょっと黒を打つ手がないということですね。まあ、ここに切って取ると白石取れるんですけどこうやって上辺の白弱かったんですけどこれで100%無条件で生き強い石になっちゃいましたからちょっと黒の形も崩れてますから。 これでもう投了しなければいけない形勢ということですね。まあ人間同士の対局だったら別に全然この後打ち続けてもいいんですけど、やっぱ囲碁 AI 相手にはもうこのワンミスが命取りになるわけですね。もう一定のミスも許されない戦いなので、一定のミスがもう投了、即投了につながるわけですね。プロ何を間違えてしまったかというと、 ここまで互角だったんですよね。これ二間トびが配着になりましたね。こういう手が配着と。受けなきゃいけなかったと。押しが効いてるので受けないといけなかった。えー、受ける形がどういう形かというと、下がりが形だったんですね。これであれば、跳ねた時に一応これでね。大丈夫ですから。一応大丈夫だ。 まあ一応大丈夫なんですけどねなんか受けないといけなかったと。まあ大丈夫なんだけど下がりで大丈夫なんだけど一応狙いとしては狙いというかまあまたこの次がね 厳しい狙い狙になってくるんですよねこれがやっぱり手を抜いちゃうと手を抜くっていうか手抜いちゃうとやっぱまたここに割り込んでくるのでこれも取ると捉えますからこういう形であれば助かるんだけどここの眼形がなくなるので黒の眼形なくなっちゃいますのでこれ結構厳しく攻められちゃうんですね。 まあなのでまあ一応こういう部分的な話だけするとこういう次とかが来たらねちゃんと守らないといけないとそういう形にはなってくるかなと思いますねただ下がりであれば互角だったかなと思いますね、まあ、この後プロとしては隅入っていく狙いとあの上辺の白攻めていく狙いがありますから、まあ、白としてはこの黒石を、えー、隅頑張るなら抑えこの後の方針として隅頑張るなら抑え 上辺の白を先に補強するならコスミ。このコスミが出切りを防ぎつつ自分の根拠を確保しつつ、えー、黒の根拠を奪ってる、まあ、一石三鳥の手なので、まあ、本手はコスミですね。まあ、これでこの後戦いになってくるのかなと思いますね。オさえもこれ地頑張ってるんですけど、まあ、ここら辺の覗きからコスミ打たれて、えー、逆に黒,黒が根拠を確保して。 えー、白の根拠を奪ってこの白石結構攻められる可能性ありますのでまあ下がりであれば全然ね互角ではあったのかなと思いますね。で意外とやっぱりここのコスミ結構大きいかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。